はい、皆さんこんこにちは今日はイベルメクチンという薬について話をしていこうと思いますイベルメクチンというのは2015年度のノーベル医学生理学賞の受賞対象になった薬として有名ですで、えー、とこれはまあ一般名としてイベルメクチンという名前がある化合物なんですけども商品名として薬の名前としてはストロメクトールというこういう商品名がついています でこれを開発したのはこのノーベル賞を受賞された大村聡先生と、まあ、同時に受賞したキャンベル博士ですねこの2人が開発メインに活躍して開発された薬になりますでノーベル医学生理学賞の2015年度というとトゥー博士も中国のチュトゥー博士っていうのも えー、受賞されていますがトゥー博士の方はマラリアの薬を開発されていますで、えー、とこのイベルメクチンもマラリアの薬もどちらも、まあ、寄生虫で、えー、起こる病気ということで、えーとまあ、あ2015年の、えー、受賞対象になった共通性こういう、まあ、共通性のある、えー、病気に対しての薬を、えー、作り上げたということで、えー、同時受賞となった。 わけですが、まあ、薬としてはまあ全く別だし、研究活動としてもまあ独立してされていたということで、今回はこのイベルメクチン、もしくはこのストロメクトールという名前の薬の開発について話をしていこうと思います。で、えーとまあまあ、改めてマラリアの薬に,薬については話す機会があればなというふうに思っています。でえーと まあこのイベルメクチンっていうのはどういう薬かっていうと線虫の規制によって起こるまあ感染症に対する治療薬になります治療法を提供する薬になります。でえと人が線虫に規制するっていうことはまああの先進国ではなかなかまれでえと南米とかアフリカの えー、未開発地域で、えー、かかる、まあ、寄生虫の病気があって、えー、とオンコセルカ症とか河川盲目病とかっていう名前で、えー、知られている薬で、えー、ブユっていうんですかねそういう虫に刺されてそ,その刺されたところを媒介にして、えー、とある種の線虫が体のミクロフィリアという、まあ、ある種の線虫が体の中に 入り込んで、まあ、最初は皮膚のところにいる間は痒いとかっていうことらしいんですけどもそれが神経の方に行ったりすると、えー、失明したりそういう、えー、大きな体の障害が起こるっていうふうな病気として知られていてで、えー、と2億人ぐらい、えー、この薬を、まあ、処方されて今の、えー、飲んでいるというような状況らしいです。こういう、まあ、このののイベルメクチンいいうううで、まあ、非常に多くの人たちがこういう、えー 盲目病とかオンコセル化症と呼ばれる病気から救われているということがあるようです。でこういうことに対して非常に大きな貢献があったということでノーベル賞に輝いたと受賞,受賞されたというようなことになっています。で最近ではこのイベルメクチンというのはいろんなところに役に立ちそうだというので。 え最近では COVID 住居新型コロナウイルスにも効くんじゃないかということでいろいろとまあ報告可能そういう可能性があるという報告がまあなされているところですまあこ,うこういうところでもまあ有名なわけですけどもまあちょっと,えと歴史を振り返ってイベルメクチンがどういうところから生まれてきたのかというのをえ見ていきたいと思います。は大村博士の えー、ところから出発するんですけども大、えー、村博士はまあ天然物科学というものの専門家で、えーっとまあ、特に構造を解くのが得意なようなことが、まあ、あ僕が見た資料の中には書いてありました。で、えーっとまあ、微生物っていうのは、まあ、あいろんな複雑なあ面白い、えー、分子を 作るわけけですけども、まあ、それがまあ天,然物天然物ですねそういう、えーえー、と珍しい、えーとえー、分子を作っているとそれの構造を解き明かすということは大村先生割と得意でされていたようなんですけども、えー、自分で見つけたいという、えー、モチベーションを持っていろいろとこの天然物科学の、えー、研究に邁進されていたということらしいです。でこの、えー、天然 え微生物が作っているその非常に複雑な分子で、まあ、面白い複雑で珍しい分子っていうのの、まあ、こういうもののうちで、えー、と微生物他の微生物の生育を、まあ、阻害するようなものが、まあ、たまに見つかるわけです。そういう、えー、と化合物のことを、えー、抗生物質っていうふうに、えー、呼びます。 これはまあなんかワックスマンっていう人がこういうものを構成物質と呼びましょうという定義で決まったものなんですけどもまああの大村先生が見つけたこのイベルメクチンっていうものもまあ大村先生が見つけたイベルメクチンというかアベルメエバーメクチンというそういうものなんですけどもまあこれもえーとこういう。 えー、微生物が作っていたあ化学物質で、えー、と他の生微生物の、えー、活動を止めてしまうようなあ物質であったということでこれも、まあ、抗生物質のアベルメクチンっていうのも、まあ、抗生物質の一つになります。でこのアベルメクチンを改良してできたものが、えーえー、現在薬として使われているイベルメクチンというものになります。 でこの、えー、抗生物質についてなんですけども、まあ、な何度か、えー、僕の話の中にも登場してますけども、えー、世界初の抗生物質といえば、まあ、ペニシリンというものになりますで1945年の、えー、ノーベル医学生理学賞にの、まあ、受賞対象になった薬でもあるわけですけども、えー、有名な話としては、えー、アレクサンダー・フレミングが、まあ、細菌学者ですね 最近学者であった、えー、アレキサンダー・フレミングという人が、えー、見つけた現象で、えー、カビが生えていると、えー、黄色ブドウ球菌がちゃんと増殖しないとあちゃんと黄色ブドウ球菌の実験をしてたんですけど、えー、カビが生えたあび、えー、シャーレにはではなかなかこの黄色ブドウ球菌が増えないということを発見してそれがあこのカビが 出しているペニシリンという、えー。化学物質だっていうことを突き止めました。しかし、まあ、あのこのフレミング自体はここから生成するっていうところまでは行っていなくて、えっ、ー、とまあ、ここから先は化学化学の、えー、専門家じゃないとなかなか難しいところだったようです。 でえーとまあ、そういうところで研究は止まってたわけですけども、えー、フレミングが発見してから、まあ、10年ぐらい経った後とに、えー、フローリーという人とチェインという、まあ、この2人の、えー、フローリーの方は生理学の専門家でチェインというのは生化学の専門家だったようですけどもこの2人が、えー、この、えー、フレミングの、えー、仕事を再発見して。 えと生成することに成功してまあここからまあ化学組成もはっきりさせそしてえっと薬としての薬効もはっきりさせてえっと薬として最終的には成立していくっていうそういう土台を築いたということになってこの3人がノーベルフレミングとフローリーとチェインってこの3人がノーベル医学生理学賞を1945年に受賞するということになりました。まあ、こういうよういよな 流れが1945年にあったんですけども、まあ、ここからまあ数えて、えーとまあ、半世紀ぐらいたったあとで、えー、大村先生があ、えー、こう天然物化合物、えー、構成物質新しい構成物質を作り出して、えー、とノウーベル賞を捉えたということになります。で、えーと 大村先生の研究というのは、えー、とメルク社との、まあ、共同研究が、まあ、スタートでしたで。このメルク社のところにいたのがキャンベル博士で、まあ、キャンベル博士と大村先生の、まあえー、連携で、えー、とイベルメクチンというのはできてきたわけです。でまあ、当時としてはまあ珍しかったようですけども三、まあ、学連携と呼ばれるものの走りだったようです。でえー、と大村先生の方では、まあ、どういうい、まあ えー、メルクと大村先生との方でどういう連携をしてたかっていうと大村先生の方で、えー、微生物からあー新しい物質を抽出するっていうことをやってでこれを細胞レベルで、えー、活性をチェックするとちゃんと思い通りの役割をしているかどうかつまり線虫、えー、の細胞が増えないようにできてるかどうかっていうことを、えー、チェックしてでうまくいってそうだったら キャンベル博士の方に送って動物実験で評価してもらうということを繰り返,し繰り返すと、まあ、こういうような連携をしていたようです。で、えー、っとここで、まあ、面白かったのは面白い点としては当時やっぱり薬といえば人の病気を治す薬というのがまあ主流だったわけですけども。 えー、人の病気ではなくて、えー、と動物の病気をターゲットに選んだということが、まあ割とユニークな点だったようです。で、えー、と動物の病気っていうと、まあ、あ畜産業の方では非常に、えー、馬とか牛とかそういう、えー、畜産動物がいるので、えー、とそちらの方にも非常に大きなニーズがあったというのが背景にあるようで、まあ、そこに特に、まあ、寄生虫 対策という観点から非常にまあシェアが広いということで、えー、とこの動物の病気特に抗寄生虫薬っていうものを狙って、えー、薬を探し始めたというのが、まあ、大村先生が考えてスタートされた研究だったようです。でこの新しい物質を探してそしてこのキャンベル博士のところに持っていくっていうのを、まあ、実際どういうふうなことをやっていたかというと。えー まあまあ、研究室のスタッフに常にまあなんかこうビニール袋とスプーンを持ってもらってあちこちでこう土をえー採取するということをえやってもらうということがまあそういう地道な努力があったようです。で、えっと、その中に新しい土壌の中に新しい細菌がいないかっていうのを確認してそして新しい細菌がいたらまあそこから 新しい物質はないか何か新しい、えー、面白い化合物じゃないかっていうのを探すっていうことを繰り返されていましたでその結果最終的に見つけたのが、まあ、なんか静岡県伊東市のゴルフ場近くの土の中から、えー、新種の放線菌っていうのが見つかったとここが足がかりになりますでその放線菌の名前をえーえー ストレプトマイセスアベルメクチニウスとかってまあなんかそういうえ長いえ名前のえ放線菌なんですけどもでそういうものからまあいろんな物質を取り出したところそのうちの一つに線虫の活性まあ線虫がちゃんと生きていける線虫の細胞が生きていけるかどうかっていうことを見てるわけですけどもそれがあ早くえこ、えー、死んでしまう。 線虫、えー、の細胞が早く死んでしまうような効果を出すようなあ物質があったとでそれがあ、えー、今回の、えー鍵にえー、研究の鍵になっているアベルメクチンっていう、えー、物質でしたでそれがまあ管理できたっていうのがまず大村先生の大きな仕事になりますでそのアベルメクチンっていうのがあどういう薬だったかどういうような化合物だったかっていうと ちょっとめんどくさいんですけど、えー、とこんなあ非常にややこしい格好をしています。でここの XY って書いたようなブリッジになってるところとここの R になってるところっていうのがまあちょっとまあ,あるわけですけども、えー、とこのアベルメクチンのうちの B1A って言われてるものはここに、えー、とエチル基が R のところについていて、えー、アベルメクチンの B1B B って言われるものは ここの R のところに、えー、とメチルキがついているとこちょ,ちょっと違うものが、えー、存在し,していましたいくつかのパターンがあったようですけれども、まあ、こういうのが効いているとでこの XY のところにはあこういうような二重結合が炭素炭素の間の二重結合があるっていうのがアベルメクチンの特徴でしたけれども、えー、これだとまあ,あと毒性があ,あんまりよろしくないと。 でこの毒性を下げる、えー、必要があったので、まあ、キャンベル博士の方でいろいろと、えー、検討して、えー、イベルメクチンといいうう新しい化合物を作られたようですでそれがあどういうふうな違いがあるものかというとここの、えー、と R のところはまあどちらでもいいようなんですけどもこの XY のここの佳境、えー、のところが二重結合ではなくて一重結合になっているとたったこれだけの違いで えと非常に、えー、と毒性を抑えられて、えー、非常に使い勝手のいい薬になり,なりました。でこれが、まあ、あイベルメクチンと呼ばれるものになります。でこのイベルメクチンはどういうふうに、えーとさえー、線虫の、えー、細胞の、えー、働きを抑えているのかというと,、えー、っと膜のところにある、えー、グルタミン作動性 C L マイナスチャンネルっていうこの C L マイナス塩化物イオンを通すチャンネルに、えー、張り付くことで、えっ、ー、と C L マイナスの、えー、膜透過性を、えー、上昇させてしまいます。そうすると、えっ、ー、と神経とか筋肉が過分極を起こして、えー、その結果、ああ線虫が麻痺を起こして、えっ、ー、と死んでしまうと。で、ダニとかまあ他の もものも死んでしまう、まあ、要するに無脊椎動物に特徴的なあこういう c l スチャンネルというものを狂わせてしまうということで線虫、えー、だけじゃなくて、まあ、こういうような昆虫とか、えーえー、節足動物とかも、えー、とまあダニは昆虫じゃないですねクモ科だったか。 だったかと思うんですけども、まあ、そういう節足動物も、えー、と生きていけなくなるような、まあ、そういう効果を出すということで、えー、とこういうベルメクチンが、まあ、あ寄生虫を、えー、抑える線虫、まあの、まあ、体の中で人体や、えー、家畜の中で増えていくのを、えー、止めるという効果もあるようです。 でウイルスとかに対しては、まあ、こういうものではなくこういう効果ではなくて実は2012年とかの論文とかでは、まあ、インポーチンに働いて、えー、とタンパク質を、まあ、ウイルスのタンパク質を、えー、と核内に、えー、と移行させるのを止めているんじゃないかということで、えー、エイーズウイルスとかデングウイルスとかの増殖も止めるっていうふうな報告がなんか2012年。 にもあったりするようなので、まあ、うんと他のタンパク質にも、えー、効いている可能性があるというのが、まあ、こういうベルメクチンの、まあ、他の病気に対する効用だと思いますけども、えー、とオリジナルの、えー、家畜抗寄生虫という点、えー、においては、まあ、こういう、えー、チャンネルを、えーえー、塩化物イオンのこういうい通るチャンネルを、えー 影響を与えて線虫、えー、が線虫の細胞があ生きていけなくなるようなことをしているというのがこの、えー、イベルメクチンのメカニズムになります。はい、今回はここまでにしたいと思います。